ばんは。やほやほ。こんばんは。やほお母さんかわいい、ありがとうございます。やほやほやほ。あ、どうだったらローマ字やってちゃった。それな。お、てっちゃんとおとい、ありがとうございます。久しぶりに来れた、ありがとう。これしよう、オッケー。お、パンジャラモンスターさん、だるまとハート、ハートだ、ありがとう。みち先生かわいい、ありがとう。お、クリちゃんもパンプキン、ありがとうございます。イエイ。パルトルーム、あ、パルトやってたん。わみみんちゃんだ。ありがとう、やっほー。メール撮ってるよ、ありがとうございます。メール届いた、なんか結構送った、ボン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 。多分めっちゃ届く気がする。ルルルン。チョコミントカラー、そう、今日はチョコミントカラー。ひろはらいたよ、ありがとう。今日もありがとうございました。届いた、グッド。ありがとう。結構届きました。めちゃ一気に送りました。おう、じゃがりこちゃんだ、ありがとう。サーケ祭り行ってました。あー、なんかあったらしいやつ。あれか。お、ちょっとさ、ハートありがとう。ヒデさんお疲れ。有望さんかわいい、ありがとうございます。お、あやなちゃんもハートありがとう。今日はチョコミントの色。色ろろろろん。イェイ。ハートかわいい、ハート超かわいい。かわいいでしょ。チューカー。お、たけしさんに会う、ありがとうございます。こんばんは。朝ごはんを食べながら峰押し一家って読むかね、これの話してた、どういうこと。あ、そらこっこか。そらはとこっこ、マジ。マディガー、めっちゃ敷居が張ってた。そうだよ。そう、やばいよね。いや、楽しかった、今日も。今日は2人しかおらんかったけど、急遽ソタくんがおらんかったき、今日は2人やったけども、まあ楽しかったです。話、そう、低いだけじゃ、初らしいから緊張してましたね。こんばんは。ピロシキさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。朝10時前くらいから配信やっとった。いいね。全然呼ばれてない私。かわいと。最初質問だけ映って声だけ聞こえた。らしいね、なんか。突然ツイッター読んで言うと、マジすげえやん。そう、バンバンバーンってめっちゃ質問のやつばっかり出るけ。そう、映らんくてから苦情が来たらしい。めっちゃ面白かった。で、ちょっと一旦待ってくださいじゃなくて、何が起こったんやねんって話。オッケー、苦情が来たって。めっちゃ面白かったよ。おっす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 。別の番組感あるな、嘘。奥原さんと動画かわいすぎたよ、マジ。ひなこちゃん、オレピヨ。質問したい実物性だったらやってよ。めちゃめちゃハッシュタグ
ヒルハラでやったらすぐ読まれるすぐ読まれるよ。うん、おい、かわいい服着てるな。ほんまですか？質問コーナーいいよね。うん、これあの前も着てた、前もなんかこれ着たよね。そう、これ着てから気に入ったけ、ヒルハラでこれ使おうと思って、これ使おうと思ってたやつ。こんばんは、こんばんは。うん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 。27日にイベント行くけ。27日にイベント行くけ。何があるっけ。27日って何がありましたっけ。空白ないけど、どうしよう。なんかあったっけ。こんばんは。今日は。あ、2期生候補者発表だった。見た。全然あの憧れてる先輩みたいなとこがあってから、そう、全然ありそうな名前がなかった。どうだったんやねん。みんなどうなってんの。苦情出そうかな。あった、見た。うん、憧れてる先輩でから全然ありそうな名前がなかった。一人おったそう、一人、あのそう、可愛いありさの妹ちゃん一人だけおった。家に着いた。ウケだったん、ウケたん。見た。そう、全然愛ちゃん、柳本愛ちゃんが書いてくれてた。可愛いでしょ。道先生ハートありがとうございます。そう、全然アリサの名前変えてくれてなくて、カナピン。カナピンやけども。うん。ST じゃない子を乗せてる子みたいな。そうだね。だってみんなさ、そう、地方とみちゅは変えとったの多かったよね。そう、地方とみちゅは多かったけど、アリサがいないと思って、なんでみんなどうした。アリサは、カナチピン。忘れられてる、完全に。ひどいと思ったね。ナナさんのメールにアリサが載ってた。嘘、嬉しい。なんて書いてあった。うれぴーよ、憧れの先輩見直しアリサさんにする。本当嬉しい。嬉しいな。わざと、だってわざと。本当にユミリはもうユミリは多いやろね。明日握手会行きますよ。本当ですか、ありがとうございます。うん、うん、ピーミザマよ、ピーミザ。そう、もうかなちい、2期生で気になるメンバー教えてください。まだ見てない、全然見てない。でもあれすごいね、ツイッターのいいねとリツイートであれなんですね、投票完了なんだね。初めて知った、ツイッター投票ようわからんかったけど、いいねとリツイートでツイートできるんやね。あれすごいね、なんか。すごいね、いっぱいできるってことでしょ。別に一人じゃなくてもちょんちょんちょんって、簡単すぎる。それはそう。すごいね。全員やろうと思ったらトゥン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 ってできるかな。無理。それは無理なん。アリちゃん今から尊敬したから、あと後悔、それだー、ちょっと言っといて。言っとってください。あ、一日一人なんだ、へえ。なんか全員できそうだなと思って、トゥン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 って。それは無理。ヒラハラで呼ばれたみたいで嬉しい。そう、あやさんコメント呼ばれた、イエーイ。アリちゃん可愛い子おらんかったけど、どうする。いやー、アリさん楽しんでいこうか。一日一人っていう制限、なるほどね。全員入れたやつやな。それはそう、それ意味ないや。そう、えできるやと思ったけど無理なんや。なるほど、それはよかった。チームホリーさん、かぼちゃありがとう。ジジマクハートありがとうございます。
全員に1増えるそうやね。しかもあれやね、タブレットとかパソコンとかなんかこういう機械、携帯とか何個も持ってる方とか結構できるねすごいね。あ、リッセンさんの妹さんね、まだ見てないけど全然まだ見てないけど、そう、リッセンさんの妹さんはあのスタジオとチャーミングトリップが公演した時に見に来てくださってるから、妹さんと一緒にそう ST 受けますって感じで、そう見に来てくださったことはありますよ。見た見たな。久しぶり、元気だぞー、イエピー、いたいて、トロちゃんみたいな2期生いたな、嘘嘘、トロちゃん12歳大人っぽい感じの子もいた、マジそれはやばいそれはやばいドゥルルルドゥルー、アッシュ時代の知ってる子いますよ、結構いるけどよくわかんないんだよね。そうあのもう3年もういや、そう ST 入ってから3年ぐらい経つ、2年半かまだ3年は経たん2年半ぐらいだから、そうもう時代の流れが、時代の流れでから知らん子が多いね新しい子が多くてわかんないちょっともったい、3年は長いわ、2年半だ2年半、そうちょっともう時代の流れが早くて知らない子が多いやでも知ってる子の中でもいるんです、知ってる子もいるんですけど、そうその子たちがなぜか、そうなぜかあのミチュとジホンヌが憧れの先輩って書いてて、あれアリサはどうしたアリサの名前が書いてなかった、そうなんでこれは苦情案件ですねこれは苦情だ、ドンマインドンマインいいな、忘れられてる、忘れられてるよ完全、おかしい、あれと思って唯一一人だけ書いてくれてた一人だけ書いてくれてた、かわいい。あ、サイモンさんハートありがとう。そう、ミチュとチホンヌは書いてたけど、あれアリサいないよアリサは帰ってくれてないですね、苦慮案件ですサイモンさんハートありがとう、イエイドゥルルルドゥドゥ、忘れられてた今日タイムライブがゼロだ今日タイムライブがゼロ、ドゥルルルドゥル、年上やん、そうか、そうよ先輩やぞ先輩やぞドゥルルルドゥドゥ、そこはちゃんとチェックした違う、ママがチェックしたらしい、暇だったけドゥルルルドゥドゥルドゥドゥ、先輩やぞって言うしかないソラハの、ソラハみたいにおこだな。お、サイモンさんかわいい、ありがとうございますストーリーかいればいい、まあそうやねまあそうやね、憧れの先輩だから、あの STU のメンバー書くところもまあいいよね、グッジョブだって憧れの先輩って言ったら何でも誰でも OK なわけやけね、 AKB さんとかの名前書きそうやけど、 STU の名前書いてるとこもまあグッジョブグッジョブ、アリサだったら絶対アカリンさんで書くけどまあ STU の名前を書いてくださってるとこもまあグッジョブ、シロもミルさんも多かった、なるほど。先輩かい。みんなソラハの前では先輩やぞそう。たまにそう、結構初期の頃はね、いっぱい敬語使ってたんですけどね、最近はもう慣れ親しんでからね、そう、ソラハも全然敬語を使わなくなったから、パルトとかあーちゃんとかに先輩やぞって言われたら。
マリオおもろい。あ、ソルハ分かってんのか先輩やぞ。マリウケる。おもろい。あかんな。先輩やぞ。怖い怖い。ドドドド。あかりんさんもちょっと多かった。嘘。ライバルやな。あかりんさんはしライバルや。やばいやばい。先輩やぞ言いたいだけです。それな。それや。先輩やぞ。ウェイ。そうでもありさんも一応使う。ありさんも一応まあ年は今1個上だけど、そらはがね、まあ、先輩やぞって。いいよ、そういい、その言葉めっちゃいい。先輩やぞ大切にしていこう。先輩やぞ大切にしていく。うん、親しみやすいアリサ。嘘、嬉しい。嬉しいよ。いやめっちゃ人見知りやけんね、まず。めっちゃ人見知りだから、どうしましょう。あかりって言われそう、取らさないじゃん。明日は後輩な感じで。先輩やぞ。先輩やぞーばー、言えるようになったんだね、先輩やぞ。そうだよ。チョコパイやぞ。何がチョコパイやねん。2007年生まれとか何人かいてビビる。2007年、2007年って3個 ?3 個したってことか、アリサの。2007年、うーんってことは、え、待って。どういうこと。2007年でしょ。2000、アリサ2004年だから3個したってことでしょ。ドゥン。え、アリサ今何歳。15歳か。12歳ってこと。ああ、ギリギリ受けれる年の。アリサもでも12歳で受けたもんな。そういうことか、12歳ってことか。なるほど。小6か、今。今小6。パリピの後輩とシルバーな髪の子。そうなん。え、ま、全然見てないですよ。全然見て。中 1? あ、中1なの今。うーん、中1か小6。2期生にアリちゃんさんって呼ばれるんだね。確かにアリさんかもしれん。アリさん2期生の中ではアリちゃんが一番下に。なんでやねん。なんでやねん。それは悲しい。なんでやねん。ヒロハラ寝落ちしてしまった。なんでやねん。何してんの。お、テンポのたけさん、クマキャンディありがとう。ありがとう。まだなんか人数が多すぎてから、なんか途中で諦めたよね。そう、なんかツイッターのやつあったじゃないですか。あれを見てたんですけど、ヒュンヒュンヒュンって。そう、人数が多すぎて諦めた途中で。え、何人おるんですか。111。111人もいるんですか。ヒューなるほど。111人から25人ってことは、アリさんの計算でいくと4分の1ぐらい。え、合ってるよね。 25×4 が100だから、まあ、約4分の1ぐらいになるってことか。正解、イエーイ。イエーイ、ムキムキ。早いな、4分の1ってことか。なるほど。情報着信。もうショールーム始まってからでいいかな。そうね。最終的にショールームで始まってたら、ああちょちょちょんって感じで見やすいじゃん。でも111人はこうやって見るのはちょっとね、多いわ。人が多いわ。途中で諦めた。多分50人ぐらいで諦めたと思う。あと半分って感じ。
ちょっと偉いでしょ。ショールーム始まってからの方が分かりやすくないでしょ。アリさん今中3です。そう中3。ジジマー君誰もありがとうございますうん、星集めには最適ウケる、うん、いいね。星集めが、星集めルームが増える。応援してた子がおらんかったり途中でやめたり。えー、そうなん、もういないの。はやピッピドルルルドドドン。消毒大事だ、見れ確かにそうだね。入る頃にはアリサ高校生。おう、高校生、高校生。あ、1期生の子、1期生の子か。なるほど。動画全部見ようと思った。確かにあの動画すごいね、なんかえ、すごいね、なんか今回すごいよね。岡田奈々って名前の子がいて、いいってなった。奈々さん奈々さんがおるん。おしましが止まらないぜ。ウケる。破産するぞ破産しちゃう。まあブリッジかお金持ちやから七並べ、七並べもやりましょう。あれゴムがない。あったー。よこらほいたらほい二期生用に船できるからできたくないやろそれはやばい。一期生用と二期生用同じ船に乗らせねえぞってそれやばいなどんだけやねん。動画なかったよね。動画はなかったね。なんかあれじゃない、だってあのショールーム審査の時も名前は出してなかったもんね。25番って感じだったありそう、エントリーナーは25番、ニコちゃんって感じだったけどね、もうやばいね。顔も名前もフル本名、本名フルネーム全部公開じゃんニコちゃんって感じだったけど、でもあの初めてのショールームのショールーム審査の初めてのショールームの時にあのアリサは出てそうやばかった一瞬でねバレたんややっちまったって感じそう25番だったから、そうニコちゃん感じでやってたんですけど、そうもうアリサはとか言ってえアリサちゃんって言うのそう開始5秒ぐらいでバレたオッケー。ほんま難しいよ、あれ難しい。だってニコちゃんって自分のこと呼んだことないじゃん、当たり前やけど私はっていう感じの人じゃなかったっけさアリサはって言ったらそう5秒でバレたそういうこともあるさ秒やったなあれはやっちまったって感じだったそう絶対あれはみんなあるあるだと思う、やっちまうよなあれは私はって普段から言う人はいいけどさ、私はじゃない人はさ、一人称が自分のことが私はじゃない人はさ大変だわせめて12秒待たせよう。12秒待たんかった5秒ぐらいでアリサはですねって違うはい、アウトアウトおもろい前が曲げてる子多かったよ、ほんまほんまですか。ドゥルルル、その時どうごまかしたかな、忘れた。もう忘れたよ。その場にその場におった人おる。もう忘れたね。もう2年半も前のことは忘れてしまう忘れてしまう七並べ、七並べ何分からする。七並べ8時からありますか。みゆのみゆはって言っちゃったみゆはいいね。まだ
言ってない、みゆちゃんかもしれんじゃん。みゆちゃんかもしれん、ありさは全部言ったっけね。そう、みゆはまだアウトじゃないや、セーフセーフ。みゆのはって言ったらアウトやけど、みゆはセーフよ。みゆちゃんかもしれん。あり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 は、それおかしいわ。ありさは全部言ったっけ。ダメや。ドド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 ヘイ。妹とかの名前言いがち。それはやばいね。ああそういうことね。配信中に、確かにそれはあるかもしれん。ショートの子も何人もいた。なるほど。なるほど。まあ見直しなかったわけ、確かに。確かにね。さすがに見直しありさはーって言う人おらんけ。全部公開すんなよ。見てますよ。さすがに言ってない。ディ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 。同姓同名いたっす。ありちゃんはにして、ありちゃんは、ありちゃんははね、もう小学生ぐらいまで。小学校の時は言ってたんや、自分のこと、ありちゃんは。でも恥ずかしいよね、もうそろそろ恥ずかしいよ。もう小学校の高学年ぐらいになったらもう言ってなかった気がする。今来てはめっちゃ可愛い、ありがとう。え、言ってたよ、ちゃんとじゃねえよ。ありちゃんはって言ってた時もあったよ。あったよ。広島出身の子も多かったな。マジか。広島の広島出身はまあ多いよね、確かに。しゅんちゃんかわいい、ありがとうございます。イエイ。ドド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 。そう考えたらもうすごいよね、まだ最終審査が始まってない段階なのにね、もう顔写真とあの名前と全部出てピエーって感じ。ピヤホーって感じですね。だってあれだもんね、顔出ししてなかった一期生もおるもんね。そう、アリサはなんかようわからんきやっとったけど。そう、あれそう、あれよくわからんかったよ。普通にやってたけど、ありさ、そう、顔出してなくてラジオ配信とかでやってた子もおったし、そう、ショールーム自体やってない人もおったよね。そう、結構自由だった一期生の時は。トゥ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 。ショールームしなかった人もおったよね。おったとね。テレビで特集されてた。あれはびっくりした。あれなんでだったっけね、忘れた。なんで特集されてたんやろ、あれさ、びっくりするよね。一次審査が紙でしょ、二次審査の時やったかな。あ、そうよ、二次審査の時だ。なんか PR みたいなあったじゃないですか。30秒だったっけ、30秒ぐらいの PR みたいなやつの二次審査のオーディションが終わった後に、ちょっとすいませんって話しかけられたんですよ。ちょっとすいません。そう、なんか密着していいですかみたいな言われたね。そう、それで、そう、それでようわからんかったけど、まあ OK です。そう、まあよくわかんなかったけど OK ですって言ってしまったんですよ。苦手な歌は頑張れたやつ、そう目立ってたかな、目立ってたかな、そういうこと。この子は受かるって思ってくれたんかな。そう、ユミニーも出てたやつ。でもユミニーを見つけたのはすごいよね。ね、後のセンターになる方を見つけたのはすごいね。それでなんでアリサを見つけてくれたや。逆にすごくない？逆にすごいと思いません？ね、センターの後々センターになる子を見抜いて密着していたにもかかわらず、
もう一方は私っていう逆にすごい、私意外とすごいんですよ今考えてみたらまあ普通やけど意外とすごいねレアだった、レアだったな、すごい眉毛太かったから目立つ、そこそこタン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 、いやすごい本当やった後のセンターだわいわい頑張ろうある意味すごいなある意味でもあれでさ、もしさ ST48 の最終審査で落ちてたらやばいよねあんなに練習してるところもね、テレビで放送してからそう、あんなにやっておきながら落ちてたらやばかったよね逆に良かったよ、危ない、危なっかすぎるそう、そういうこと考えてなかったよその時は、そう、お、アリサは絶対受かるって思ってたからそんな考えはなかったんですけど、そう、絶対あれ落ちてたらやばいよねそう、別に何の有名人にもなってないのにさ、あの世間に知れ渡った名前みたいな結構やばいよね、よかった本当、お、フーさんハートありがとうございますは大事、自信は大事めっちゃ自信あったよ、謎の自信あったよ、うん、とカバンにクマを閉じ込めるそこ、うん、そこか、タピオカ散らすとは食べおーい謎の自信ありましたよ、4歳の写真を晒されてたそうよ、送ったもん、え、やばいと思って、そんな小さい頃の写真で漏れとるのないと思いながらめっちゃ頑張って探した覚えとる、うん、ドドドドタピオカ散らすぐらいで気がするの、わるちゃんマジ何してたんあの歌の先生ドレミの滝の、あ、そうだよそうですよ、うん、有名人、兄貴が私心配で浮気しないか、やばいね、うん、やばいね絶対、うん、やばピアね、髪がボサボサなっとる、なんかなんかいい感じにクルクルしてたはずなのにボサボサなってます、やばピッ、うん、365日のセンターオイシは木でした、本当ですか、ありがとうございますありがとうございます、タピオカこぼす面白い、2期生にアリちゃんさんとアリちゃんどっちも、どっちでもいいけど別に、でもあのまいちゃん、まえちゃんから初めてアリちゃんさんって呼ばれた時はびっくりしたけどねそう、そしたらもうおきちゃんもそらはも、え、そらは今なんて呼んでるからね、うーん、そらは、え、そらはからなんて呼ばれるき今わからん、もうアリちゃんさん、マイキューとおきちゃんは今でもアリちゃんさんって呼んでるけど、え、そらはなんて呼んでるっけ、忘れた今度聞いてみて、え、なんて呼んで、アリちゃんさんだと思う、本当？ソラハ？なんて呼んでるっけな、あ、でもマリナのことはマリーナさんって言ってる気がする、アリさんのことなんて言ってるっけ、おいおいおいっていやん早口ラジオの話聞いてない、聞いてるよ、聞いてるけどなんて言ってる、そこのあの話、あのその話の内容が始まったら聞いてるけど、そこの読んどるところは聞いてないかもしれん。ソラハにアリちゃんさんって呼ばれるっけ？分からん。分かんねえ。アリちゃんさん言ってる本当？本当？
ショールームだけ、それかショールームだけ言っとんかな。アリサの前ではあ、アリちゃん何だっけ、忘れた。じゃあ今度ちゃんと聞いとくわ。明日の握手会でちょっとちゃんと聞いとくね。ドゥ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 、ショールームよ、ショールームよ。みんなの前ではアリちゃんさんなんで、だよね、だよね。ちょ聞いとくわ、ちゃんと。ショールームよとかあるよ、あるよ。だってゆらこもめっちゃおもろいもん。ショールームが始まったらさ、そう、アリサのこともアリちゃんさんって呼んどった気がするけど、普通にショールームとかない時にアリちゃんさんって呼んできたらびっくりするもん、こっちがこっちがびっくりしちゃう。こんばんは。そうだから、ショールームじゃない時は普通に何やったっけな、忘れたんこぶえ、なんて呼ばれてたっけ、忘れたんこぶ。普通にアリちゃんだった気がするな。アリちゃんだったかな、もう忘れたんこぶ。何やったっけね、忘れたゆらちゃん普段どうやってんの、忘れた。アリちゃんアリの助やったっけな、それはみちか、それはみちやな、忘れたんこぶ。こんばんは。たぬきちで、誰がたぬきちやねん。かゆゆゆゆゆかゆゆ。ヨネダみたいにアリンコ。ヨネダくん、そうね、ヨネダくんはアリンコやね。ヨネダさん、アリキチ。アリキチじゃない、何やったっけ、ミネキチはあれだ、あのえミネキチミネキチはあれだ、あのセトリップのスタッフさんとかに呼ばれる。そう、セトリップのスタッフさんと、あ、宮脇さんも言ってたっかね。宮脇さんは何やったっけ、アリキチやったっけ、ミネキチやったっけ、忘れた。でそんな感じだったよね。そう、なんか最初は初めましてじゃない、おはようございますぐらい、朝とかは、あの、宮脇さん今日もよろしくお願いしますって感じだったんですけど、そう、だんだんお昼ぐらいになってきたら、あ、ミネキチさん立ち位置ここでお願いします。いや、あっさりちゃっかり入れてきますねみたいな話で。めっちゃおもろかったね。そう、朝とかは皆さん今日もよろしくお願いします、あ、今日はどうぞよろしくお願いしますみたいな感じだったんですよ、打ち合わせの時とかね。そのなのになんかお昼ご飯食べた後ぐらいからはもう、あ、ミネキチさんちょっとここゆっくり歩いてください。いや、あっさりって感じ。あ、酔ってるんですか。大人の、なるほど、チョコ切っちゃうみたいな。ほんまよ、打ち解けたらそういうこと。まあ、よかった、良いことだ。良いことです。ミネキチさんって真顔で呼びたい。でもたまに有吉さんって言われたこともあるけど、いや、混ざりすぎやろ。それ有名人さんですからって思うけど。たまにめっちゃ混ざった時は有吉さんで呼ばれることもあるけどね。混ざりすぎやろ。それはある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 、嘘、ないないでしょ。そんなことないやろ。有吉さんもあるし、あとダンスの先生とかは、あの、立ち位置表見ながらさ、なんかレッスンしたりするじゃないですか。そしたら、なんかよく、例えばフライングゲットとかやるときだったら、あの、立ち位置表は AKB さんのオリジナルメンバーさんのね、名前が書いてあって、そう、ミネって書いてあったら大体峯岸さんじゃないですか。
わかる。だいたいミネ、上の名前の一文字しか書いてないから、そう、だいたいミネって書いたら峯岸、峯岸さんとか言うんですよ。峯岸さんポジのあのアリサは3に立ちましょうみたいな感じで、そうだからミネだけ見たら峯岸って言われるんですよね。そしたら STU の、 あの立ち位置表なんですよ。今度見たら、今度見るのはね、そう、 STU の立ち位置のミネってことはアリサじゃないですか、ビネオシサじゃないですかそうなのにミネって、ミネって見えたら峯岸さんっていうね、あのイメージが強すぎて、そう、あの滝のなんとか、石田地方なんとか、みちゅなんとかで言ったのに、峯岸なんとからしいですよ。ね、やめてくださいよ。めっちゃ恥ずくない？そう、ありさのミネが、ありさのミネなのに、峯岸さんって呼ばれたりもする。それ結構恥ずいよ。めっちゃ恥ずいんやけど、いや、STU の立ち位置ですよ。なんでユミリン来て、みちゅ来て、地方来て、峯岸さんやねん。なんでやねんって感じよ。そう、いつも間違えられる。めっちゃ恥ずかしいよ、ほんと。オチやな、そうやね。唯一のオリメンやぞ、オリメンやぞ、マジ。そう、人物変わったる。めっちゃ大物になってしまった。大先輩になってしまった。わかる？そう、ミネだけ見たら峯岸さん感が強すぎて。峯岸 2.5 とか違うわい。ちょい、ツッコミどころは、そうやね、ツッコミどころ満載よ。石田2人おるし、岩田もこれから2人になる。そうなん？なんで岩田2人になるん？どう、同じ名字は呼ばれてるの。みーちゃんと地方だよ。なんか立ち位置表だったら石田千、石田地方の地って書いてあって、3文字、地方、石田地で石田みーって感じ。みー、あ、岩田さん、いや岩田千尋、あー岩田千尋はんね、ワイの知り合い。そこかワイの知り合い。ドゥルルルドゥ、ヒロハラのアリちゃんコメントいちいち可愛すぎた、本当本当うれぴー。マリちゃんとナエちゃんいたから、あげあげだったよ。ツイッターアカウント5個で投票した、マジガチガチやね、ガチやね。知り合いない、そう、あ、そのそれで、あの要注意人物。そう、多分岩田千尋さんは何だっけ、目指してる憧れの先輩に、誰だったっけね、憧れの先輩、みちゅだったかな、みちゅとひなちゃんって書いてた気がする。そう、みちゅとひなちゃんって書いてた。いや、ありさはありさはどうしたって感じですよね。要注意人物です。みちゅと、そう、みちゅとちほだったら分かるんですけど、みちゅとひなちゃんって書いてて、わいわって感じ。わいわって感じ。チェック、そういうとこチェックするよ、もちろん。もちろん。え、私忘れられてる、まさかいで。いや、結構仲いいんですよ。結構仲良かったはずなのに、あれどうして。憧れてはないんかな。憧れてはないんかな、別に。悲しい。まあそんな感じです。そうね、気にしない方がいいです。気にせずに行きましょう。気にせずに行こう。パルトに閉めちゃう。パルト怖い。そっちの閉めてもらおうね。8時過ぎて、嘘。8時25秒、やべえ、押した方おる？さすがにおらんやね。8時、さすがにおらんやね。やばい。あ、じゃあ次8時1分にちゃんと押します。さすがに押してないよね。忘れてたわ。だよね、だよね。
8時1分から行きますよ。待って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 、急げダウンロード急げ。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スタート。完全に忘れてた押したよ。8時1分。お、ザキさん、中っちベケットさん、ベケットさん、大さんありがとうございます。イエイ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 、オッケーオッケー押せるわけないだよねただだよねコッコは人気高い。コッコちゃんいっぱい書いてあった。よいしょと、アリサも憧られるようにねちゃんと憧られるようにしないとね。トゥルルルトトゥ、ヒロハラオッツありがとう。リプ編もしますよ、ぜひ送っておいてください。ハッシュタグアリンコメールで。トゥルルトゥ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 、表情浴衣、浴衣じゃねえ表情浴衣じゃない、ゆ豊か、嬉しい。こんにちはこんにちは。え、 iPhone11 Pro 見してきた。すげえ、なつこちゃんいいな、いいな、いいな。ツーショット写メの時見してよ次いつ、あ、え、明日ツーショットかいね。明日ツーショットやないですか。初めて知ったよ。タピオカメラ吉峰と思う時があるなんでやねん、なんでやねん、なんで。イレブンプロいいね。明日、明日、明日ツーショットだったんや。わーいわーい。髪型どうする。うん、ほんと髪型がさ、自分でできなくてさ困っておる。でもね、いいね、いい髪型を見つけたんですよこれを、この細シリコンゴムこのシリコンゴムを使いまして、髪型いつも楽しいですよ。嘘、本当、本当に自分でね全然できなくて困っております。そう、最近いいの、いいの YouTube でね見てからね、やってた、練習した。まあここら辺の毛をね取り戻しといてからのできてる髪型。嘘、本当ですか。そう、なんかここら辺で、そう、なんか短いケースはできるかなと思ったけど、できたんですよ。ギリギリこうツインテール風にするじゃん。それで最後までいかずに最後ちょっと待っていやーからじゃー、ちょっと待って待って待って、ワンモアワンモア、ワンモアワンモア。結ぶのも好き、本当。なんかこの前のなんか髪型が決まらんすぎて、あのまとめ髪みたいなしたんですよ。お団子、後ろで一個お団子にして髪の毛が見えない感じにしたら、なんか好評だったね、あれは。あ、こんな感じどう、最後までいかずにててて、って感じ。これは秋のお団子月見ヘアイエーイって感じ。ここら辺の毛を出してから巻き巻きしたらいいんですよ。どう、秋のお月見、あ、違う、お団子お月見ヘアウェイ。え、いい、いい、明日これにしようか。ちょっと練習練習。うん、髪型のねできるレパートリーが少なすぎて、ほんと5分過ぎて、次6分6分6分次6分できますよ次6分めっちゃ可愛い、ほんま。やばいやば、あと40秒後です。ドドドドドン、急げ急げ、次6分あと30秒前。よっ、ででで、ででん、こんな感じです。お、意外とうまい、まさか
でもね、なんか短くてからチョンって出てるんだよね、やっぱ。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スターティン。あれ、遅いぞ。できた。似合う、ほんま？ほんまですか？黄色の服に紫のスカート、黄色の服に紫のスカート、おお、なるほど。あ、でもこ、あ、でもこっち失敗だ、こっち失敗作。じゃあもう一回やるわ。お、柏木まさきさん、ティガーさん、リカさん、大変ありがとうございます。イエイイエイ。ジョーカーほい、ジョコン、ドドドドド、全員ありさ推し、ほんま？これ誰だ？一人だけ前八推しだ。ドドドドドド。ちょ、こっちリベンジ、リベンジ、リベンジ。ドルル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 。めっちゃウキ、再配行ってきます、再配行ってきます。再配行っていらっしゃい。ジョーカーって英語やっとるな、よな、どういうこと？ゆっくりしよう、よこらしょう。おお、どうどうどう、うまいんじゃないか、見直し、ありさ、うまいんじゃないか。どう、髪の毛が短いからめっちゃちっちゃいお団子になるんで、かわいいでしょ。もうちょっと髪の毛が長かったら多分、うん、ここら辺の髪がボハーンってならんのにね、ここまあいい、いいでしょう。ドドド、首につけるのはチョーカー、チョーカー、チョーカー。やばいやばいやばい、よいしょと、やばいやばいやばい。放置してないですよ、七並べ。放置してないですよ。マリーナいるの？うっそん、うっそん。タタンタンタタン。待って、あれ、画面が動かない、今日どうして、あれ、画面が動かないよ。3段目見れない、嘘、いる、ほんま、やばい、4位になってた。やべ、7並び4位になってた。ニックハートありがとう、初めからいた、嘘、ちょ待って、なんでこれできんの、こうやってキュンってキュンってできん、気づいてなんか、気づいて、嘘、本物。あ、でもね、さっきね、そう、何やったっけ、ちょっと待って、次10分、次10分に押しますね、次8時10分に押す。そう、いきなりね、6時半ぐらいにね、ありちゃん好きよって来てた LINE で。そう、たくらんどんかな、なんかたくらんでない、絶対ないと思う。6時半ぐらいに急にありちゃん好きよって来ててから、絶対なんか企んでるよね、なんやと思う。なんやろな、次10分に押す、絶対次40秒、あと40秒後、次あと40秒後、絶対押す。なんか勝ち押し、そっち。そっち。あと30秒後に押します。ちょちょちょ、どう、この髪型いい感じ、写真写りいいかどうかが問題よね。絶対押す、あと10秒前、10 9 8 7 6、5秒前4 3 2 1、スターティン。OK OK。 これってさ、分かっ、いいこと考えたかもしれんのやけど、おう、セット、あ、これでさ、絶対さ、これさ、目覚ましかけとったらよくない？そしたら絶対さ、おさん、押し忘れがないと思うんですけど、私はどう思います？セット、 PM の6時になっとるけ、これどうしたらいいんだ？リリ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 ン。
PM の8時よね今。絶対これいいと思う。あ、やばい、8時10分だけ、次15分に押したいでしょ。そしたら14分にかけとくんですよ。セット、 OK。 え、これどうやってやるん。え、これいいんかな。え、じゃあテストテストテスト、多分次15分に押したいから14分に目覚ましが鳴ると思うそしたら多分できるいいね。明日の朝セットするの大丈夫。あっちに、そう、朝起きる用はあっちに2個あるんですよこれは完全ショールーム用だから大丈夫大丈夫。こんばんは、ヤッホー。そう、起きる用はあっちに2個あるんよね。でショールーム用もこっちに2個あるんよね起きる用は携帯も使うし全然大丈夫ヨーヨー、パンパパン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 、時計を吸い抜け、時計は大事よ。時間にね、時間にルーズな人になったりけんりゃん。時間をパッペ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 ッテキパキ始めないとね。ワンコみたいでジョーカーいいでしょ。でででん、そう、これかわいいでしょ。これウィゴーですよ。これウィゴーのやつ、まだつけたことないやつだった、新品、今日開けた今日はベリベリベリって袋開けて使った、かわいい。お疲れ様、ありがとう。明日は握手会だね、4部。明日4部ツーショット、パシフィコ横浜になってます。パシフィコ横浜、マロンの首あげようか。誰マロンマットさんの犬、犬おるん。2、あ、1位じゃなかった、2位だった1位みたいなテンションだったら2位だった。2位です。こんばん、あ、おつむさんだ、こんばん、こんばんばん。明日移動だ、そうだね、明日4部だから、4部は明日ですね。多分1部と2部の結構朝早い組はもう行ってる気がする。もう行ったんかな。おつむつむさん、おつむつむ、おつむつむつむ、おつむつむ、ふう。朝の握手会仕事で行けたマリー、ファイト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 トトト。え、もう14分になった、ならないね。え、待って、こんなろう、なんでならないんだ。これならないんですけど、これ何、あ、オフ、オフにしてた、あ後ろオフにしてたわ、こうオンにせんにゃいけなんかなんつってやべやべ、次押します、15分になったら押します、オフにしてた、あちゃちゃ、次やろう、次10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スターティン。おー、バイカオ、ドゥルルルッドゥドゥな、そりゃならん、そうやな、確かに。お、黒白さんだ、福ちゃんパラダイス。お、クリちゃん、ミミちゃん、おー、ミミちゃん、ありがとう、回線よろしくです。妹たけさん、ミミちゃんがおる、やった、うん、イエイ。あれちゃん、おしんないのはありあり、ありオッケー、あれちゃん、おし一人、嘘、かなちかなち、これなんで2期生から押されない気がなんで
ひどい。ちょっと待って、次は20分に押したいから19分にやればいいんでしょ。あ、違う、セット、19分にセットしときゃいいよね。セット、じゃん。オッケーオッケー。隣でしとるの、隣でしとるのに、マジマリ。おっと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 、ドンドン。そうね、どんな音がするか、これ分からん、鳴らしたことない。やばい、カード置くとこがないよ。どうする、どうしちゃう。イエーイ、ミミちゃんナイス。2期生は誰の世話の、2期生はそうやね、ありさでいいよ。ありさ推しで、ずっとありさ推しでよろぴく。ぺこぺこ。キーズ。ドゥルルントゥルン。やべ、バーストした。やばい、悲しい。花ぴよりん。ずっとありさ推しでいこうぜ。イェイ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 。ニコちゃん押します、ありがとうございます。ありがとうございます。よーいになっちゃった。あ、じゃあじゃあ福ちゃんを、福ちゃん推しの黒白さん1位やねえか。25ちゃんに投票して、25ちゃんおった。25? 私?おたい?ずっとありとおしで感謝してない。イエイ!スキピスキピピピ。4位、4位。次19分になるか、待っとってみましょう。トゥルトゥ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 。三四郎しか、三四郎マジおもろい、三四郎。だって入ってから1年ぐらいココアって呼べんかったもんね。三四郎やったもん。ココアって呼べなかったよ。三四郎、あ、君三四郎だーって感じだった。おもろいやろ。でってててててて。ダブリがあるのかな。アリサダブル、どういうこと。え、アリサちゃんっておった。おらんでしょ、そんなおらんよね。え、名前かぶるのが嫌やね、なんか。わかる。名前かぶるのはちょっと嫌じゃない。アリサちゃんっておらんよね。ミネオシ、ミネオシもおらんでしょ、あんま。アリサは多分大丈夫、心配ないさ、心配ないさ。乗った。うるさい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 。セット、どうやって切るのこれ。やばい、ここか。うーでで、なんかシンプルな音ですね。別にいらんか、これ。爆発しそう、確かに。はい、準備してください、時計が教えてくれたので。準備してください。ドゥ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 。あと20秒前です。それで毎朝起きてる、マジ。ヒルハラお疲れ様、ありがとう。イエーイ。自分のかと思って探した。それ面白い。あ、やばい、2秒も1位。ポチッ。押した。もう危ない、焦った。アリサをちゃんと押したけど。あー、ナイス、元木ちゃん、元木ちゃんがおる。マットさん、クリちゃん、さすが、さすがっす、ナイス。ちゃんと押すとこすごい、私。1秒前でもちゃんと気づくとこすごい。元木ちゃん、マットさん、クリちゃん、ナイス。そこをくんかーい。思ったよりボリュームなかった。確かになんか控えめだったね。清楚だった。
チャカチャって清楚だったよん。当たりたいんご、マルちゃん当たりたいんご。それな、宮島ティッシュから月日経つのは早いな。まだティッシュ持ってるよ。ほんとティッシュ配りめっちゃ楽しかったんやけど、ティッシュ配りよくない？あれはさ、大晦日にやったんですよ、アリサ。なぜかそう今だから言われるんですけど、12月31日にそうティッシュ配りっていうお仕事が来た時には、えマジと思って内緒はここだけの話やけど、えなんで大晦日ティッシュ配りどういうことって思ってたけど、めっちゃ楽しかったあれマジめっちゃ楽しかったけど、あげティッシュ配り あのお仕事はめっちゃ楽しかったね。でもなんかあれ一人2回とか言ってたんですけど、アリサあれしか言ってない気がする。そんなことないかな、忘れたけど。ドドドドド、ティッシュ配り紙イベ、ティッシュ配りいいよね、楽しかった普通に普通に楽しかった。あれファーストの暗闇の時しかやってないけんね、やりたーやりたみーやりたみー。えいやんさん、はじめまして、楽しい夢ほんまありがとうございます。でででんでででで、んST48 広島県出身の15歳アリチアこと峰吉アリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。ええやん、ええやんさんええやんさん、ありがとうございます。次25分、25分でいくよん。大晦日、大晦日だったよねあれ多分。年末だっけ、年末年始。ルームフォローもしました、ありがとう。スタジオうちは配ってない、スタジオうちは配ってない。早くスタジオ公演がやりたいです、アリサ4人でもいいですよね皆さん4人でも全然かまへんよって感じですよね。スタジオだったら4人で全然いけるスタジオ公演がやりたすぎる。イエイエイ。スタジオ公演やらなかったらもう踊れなくなりそう全然踊れなくなりそう、かまへんやーって感じだよね。イエイ、チャートリも見たい、チャートリね楽しみ覚えなきゃって感じ全然覚えてないんですよまだね。トリマーのゴボリバのシンポジって感じ今覚えてる、頑張ってる。次25分、あと1分後に押します。次は26日のゴボリバのあの初ポジに向けて今覚えております。ほう、パルトと戦った、すごい。ドドドドドン、カウントお願いします。了解、30秒前です。30秒前いくよ。トトトン、準備ふぅ、トゥルル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 5秒前、4、3、2、1、ほい、押したったタイマーもうええわセットするのがあれもうめんどくちゃいねお、トムスさん、ソラハ、スグルさん、マサジさん、アリサ推しおらんやんけーおらんやんけー。5秒ぐらいラグビーやる、嘘、マジアリサ推しおらんやんけー、パナピー、タイマーのボリュームの中ではそう1回限りで終了
タイマーちょっとダメだって役に立たなかった、うん、もうちょっとなんかボカーンって感じだったらいいのにね、音が面白いのにピッ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 みたいな感じじゃダメよダメだよ、みんなありそうしちゃった本当。仕事の日の朝はお休み苦情入りました、すいません申し訳ない、苦情入りました。でもアリさんも嫌いだよ目覚ましの音、うん、目覚ましの音嫌いだよとととあれってさ、なんか自分の好きな音楽にさする機能ってあるんでしょ、あれってどうやってやるんですか、あの携帯のさアラーム機能のさ音楽を自分の好きな歌にするみたいなやつ、あれってさどうやってやるんあるよね、なんかそうだってあのミュウミュウと一緒の部屋だった時にね、ホテル朝ねびっくりしたんですよ、朝ねショールームやろうかなと思って準備してたら、そうミュウミュウの携帯からメルヘンデビューが流れてきてから夢と希望を両耳に引っ提げなな頑張っちゃいまーす、ミン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 ってかなってかびっくりしたんよ、何事かと思ったら目覚ましの音なんてどうやって設定するんやろ、マジびっくりした、ほんと心臓に悪いあれめっちゃびっくりする朝からあれ入りどうだったっけ、出だし何やったっけ忘れた、夢と希望を両耳に引っ提げなな頑張っちゃいまーす、はい笑ったワロタンゴ設定でアラームの詳細設定できらず、詳細設定、なるほどやってみよう朝その歌がいいね、うさみはちょっといいけどうさみはちょっと嫌やけど、何がいいかね、何がいいですか、サイン、サインやった、次30分、次30分でラスト対戦にしたいと思います、次は30分のが終わったらリプ編コーナーに参りたいと思います、イエイアリサ何がいいかね、大切な君にしようかな、大切な君へ、絶対いい、いい目覚めよ、君からのおはようで始まったですよ、そうけない感じの夏の朝だけどそれも幸せで、何でもない会話の中のふとした君の言葉に私に焼けちゃうよ、めっちゃいいやんめっちゃいいやんケイ、アリサの声、アリサの声着信音いいね、あと1分前夜明かりのところに、あそうする思いはいつだってそう夜明かり君のことをずっと思い続けてるから、この先もこうして隣がいいなんて考えてるよ、君はどうなのよ、二の熱しちゃダメやなそりゃダメや、あと30秒前ですあと30秒前起きないとダメだぞって目覚ましにしてほしい開けるいいね、お10秒前です、9 8 7 6 5秒前4 3 2 1スターティン、いい感じいい感じ、押せた、喝采にしようがいいね、上手にできる子がきっと最後には笑うのでしょ、おーみんなありそうした、てっちゃん、ティーダカンカンさん、マヌル、マヌル猫、んマヌル猫さん、イエーイありがとうロブ、やほい、うん、上手にはは、あ、ちょ、上手にできる子がきっと、ウィッチズウィッチいいね、ウィッチイズウィッチ、トーチを取る
取るか選べない。ジョーカー受け取ります。イエイはい、喝采、お決まりの茶番、見事見事でしゅ、あこれで満足か。あ、オラも好きな曲にする方法、ハッシュタグアニコメルス、さすが天才、ありがとうございます。さすがミミちゃん、私ですか。かわいいミミちゃん、そうミミちゃん、ジョーカーで聞くと映画のあれを思い出す。ジョーカーっていう映画があるん？どういうこと？機種書いてないと設定方法も違うと思うよ。嘘、機種でも iPhone は一緒やろ。 iPhone はい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 。おお、プリウス次世代さん久しぶりやん、こんにちは。はい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 、チュッコロチュッコロン、ジョーカー怖いらしい。怖い系の映画、ひー怖い系の映画は葵ちゃんから誘われそうやけど、いけれんわ絶対無理、本コアも見れんもん。本当にあった怖い話も無理。プー、 iPhone のプリインストされてるアラーム、そう、それそれ、プリインスト。ジョーカー昨日一人映画してきた、マジやばー、無理や、やばい、これ押せれん、あもう4やった。バーストしてもうた。ドドドドンドドドン、ではリプ編コーナーに移っていきたいと思います。ここからは皆さんから寄せられたリプ編を読んでいきます。トロロロン、トロロロヨトロヨトロヨトトトトン。あ、そういえばヒロハラありがとうございましたって感じでツイートしようかなと思っておりますので、ぜひいいねとグッドボタンとリツイートとコメントもよろしくお願いします。そういえば載せようと思っておりますのでよろしくです。グッドボタンリツイート、よいしょ、お出た。パンデラモンスターさん、アリちゃんにレアサーキュレーション歌ってもらいたいな、声が似合ってる。前歌ったことあるよね、昔そう、蜂の格好してから、あれはめっちゃ黒歴史、やばい。レアサーキュレーションね、ありがとうございます。でもそんなんじゃダメ、アニソンよね。言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた、恐れてた、だけどあれなんか違うかも、千里の道も一歩から。なんこれ、今日もお疲れ様、 iPhone11 Pro にしたからアリちゃんのこと高画質で撮るね。明日は夢の国行くから行けないけど、その他はほとんど行くから、なんかお土産買ってこいから、ヘアバンドするのはどっちが、かわみー、うそん、夏花ちゃん明日夢の国行くの、めたいいやん。これ何、ダルメシアン、これ何、プーさん、どっちがいいかな。アリサ、アリサはこっち。こっちが好き、かわいい。プーさん、はちみつ食べたい、会社の人たちと行ってくる、いいなーいいなー、やめなこに行きたい、行きたすぎー。アラーム好きな曲にする設定だよ、 ありがとう、ひろしげさん。 Perfume のねえ出してる。 いいね、 ねえ、 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 どこかでどうに行こうかな、 たらら、 ねえ、 ねえ、 めちゃいいやん、選曲を、ナイス。
選曲ないっす。じゃあプーさんもらいます。おいおい、さっきもディズニー行ってた。マジ姉が一番好き Perfume さんの曲。いいね。てててん、アリスは東京ガールズだったっけ、何時のやつが好き。てて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 てのやつが好きです。みんなメールが来なくなった。なんか他のところで見たら見れるんだけど、写真が嘘。人生終わった。こうなるとか積んでますね。なるほど、マジか。メール履歴なくなるんだこれ。キャー、東京ガール、そう、東京ガール、東京ガール。このチョーカーなんとウィゴーらしい。そう、これウィゴーです。広島店ですよね、多分。広島店しか行かないからね。ででで、写真が見れんのマジか。そりゃ泣いた。東京マジおしゃれ、ほんま嬉しい。姉のダンスが可愛い。あー、わかる、わかりみ。お、キャロットくん、久しぶりにポルポル動画でヒロハラ見ました。めっちゃありさか、わかった。ほんまかいな。ほんまかいな。見つけましたのであげますか。え、なんこれ、やばい、嫌な予感しかせん。大丈夫。2017年4月の22日7時。やば、最悪。キャロットめキャロットめ、絶対見ないでくださいね。見ちゃダメですよ。ヒーナとのダンス可愛かった。え、それ見れないよね、アリサ。見れる方なんか載せてほしい。そう、ヒナゴのツイート全然見れないの。設定なんかな、分からんけども。パワパワパワー、みんな。え、マジですごいよね。2017年って何年前、2年半前ってことか。え、全然顔違うんですよ、びっくりする。ワオって感じ。ワオー、そう、顔変わったね、2年半。すげえ。成長したよ。たたかたたかたたた。え。すげえ、あかねさんに会いに行ったの、手が。オッケー。すごいですね、こりゃ。2年で変わった。小6だよ。そう、センシティブなんちゃらで見れないの。そう、見れた方載せてほしいですね。ひなこさんのツイート見れないの、全然垢抜けたよね、そういうこと。眉毛が違う、やっぱ。一番はそこで、あとメイクの仕方知らんけ、やってなかったと思う、多分。何が違うと思う、ちょっともう一回見てみるね。3秒ぐらい見てみる。ウケるね、これ。真っ黒だったよね、多分。めっちゃ真っ黒で、そう、肌が真っ黒で、眉毛ボサボサ、最悪や。絶対ダメや。そう、ダメ、見ん方がいい。あとね、あのショールームをね、こっちでやってたんですよ。こっちのピンクのね、これカーテンあるんですけど、バラ柄のね、そこのところを背景にやってて、私なんか照明の当たりが悪かったよね、なんか暗かった。この女優ライト使ってなかったから。ちょっと暗くて全然ダメだった、ショールーム。今はもう研究してショールーマーみたいになってるよ、ほんま。そう、あかりんさんのお部屋みたいにしたくて、からショールーマーっぽくなった。どう？いい。ライトとメイクと眉毛、そう。眉毛ほんまやばい。でも最近もやばい。もうガタガタになってきて。
やばいやばいやばい。いい。良いではないかでしょ。いい感じでしょ。ここにそう台が あるんですけど、全然見えないっていうね。ショールーマーみたいになったら、そう、もう部屋入ってきたらね、部屋の半分がもうショールームスペースやけ。そう、部屋何にもできんよ、ありその部屋は。ショールームか寝るか。ショールームかあそこのベッドで寝るか、2個しかできん。改めて成長したなと思いました。本当ですか。この間広島で初めて食べたウニほうれん、バケットに乗せるな、乗せて食べるなんて裏技があるとは。さくちゃん、そうですよ、ウニほうれん広島のやつはパンに乗せて食べれるよ、美味しい。お、ひでさん、かわいい、ありがとう。さえちゃんのブランドのケースだよ。そう、これ村瀬さえ様のケースでございます。メタメタにかわいいです。メタメタにかわいいです。トゥルルントゥントゥン。ひろしげさん、ひろはらお疲れ様。初めて見に行ったけど楽しかったよ。お洋服めっちゃ可愛くて素敵。広島の街も久々で来てよかった。おお、11月2日の戦場広原も頑張って、ありがとう。イエイ。チョコミントカラーで溢れてるんだ。アリンコメ、なんだこりゃ。ポルポル見れんかった。今日はお月様が綺麗だ。おお、サトサーだ、ありがとう。綺麗だね、お月様が。いいね。よよよん。お母さん、2期生のエントリーにちいちゃんとマイコティンがいて。いたよ。お仕事のお昼休みつけてびっくりこいた。びっくらぽっぽっぽ。確かにね。トゥルルトゥルトゥン。お、ちゃんこくん花束ありがとう。ジョーカーかわいい、ほんと。それ以上垢抜けなくて、垢抜けるってさ、どういうことなんですか。垢抜けるがね、いまいちよう分からんのよね、垢抜ける。でもなんか眉マスカラしたら垢抜けるって聞いたことある。眉マスカラしたら垢抜けるよね。そういうことじゃない。今日のメイクの覚え、今日なんやろね。なんか最近もうね、ワンパターンになっとるメイク、もうね、そう、ワンパターンのやつ毎日同じやつしてるから、変えてこ変えてこ変えてこって感じ。そう、あかりんさんの YouTube 毎日メイク上がらないかなって思ってるよ。あかりんさんの毎日メイクイエーイっていうのが見たいですね。お、まれちゃんバラありがとう。もときさん、ハート、さとさん、とっといありがとうございます。マイマスカラしたら目が赤くなる、嘘だけど。いくとどこ行くと。最近ココちゃん会ってない、マジで会ってない。お、ケヨンパチだ、ハート、ユーボーさん可愛い、ありがとう。キツマクエン、キツマクエン、リップの色でも描いて、そう、リップ欲しいね、新しいやつとか。いいね、いいね。そう、でもね、アリサはね、今オレンジにハマってたんですよ。そう、ピンクが飽きて、オレンジにハマっててから、そう、オレンジ系のチークとリップとアイシャドウをゲットしてたんですけどね、この前ね、メイクさんにね、ブルベだよ、ブルベじゃないって言われてから、うっそーってなった。そう、この前のあの、いつだった、ゴゴリバ公演の時に、え、あれちゃんブルベじゃないって言われてから、ブルーベース、なんかブルーベースだから出た、ブルベ。ブルベだから、なんかピンク青みピンクみたいなやつ、赤とか黄色とかじゃなくて、青系のピンクが似合うよって言われてから、うっそやん、絶対嘘やと思っていました。ブルベ、イエベ、絶対イエベだと思ってたの。そう、180度逆のこと言われて、どうしましょう。
でもアリサ反抗期だから家出するかもしれないでもね、嘘、え、ブルベですかって言ったらね、あのフォロー入ってくれたんか分からんけど、いや、どっちも似合うと思うどっちやねーって感じどっちやねーって感じ。そう、最初、え、アリちゃんはブルベだよって言われたから、え、ブルベですかって言ったらね、いや、どっちもどっちも似合うと思う、どっちやねめっちゃウケたいけどそう、フォロー入ったジジマクは、だるまありがとう、イエイ。じゃあ今度やってみるね。今度は、今日はイエベの日です、今日はブルベの日みたいな感じで、じゃあメールで送りますわメールで送りますわ、グッジョブ、よろしくお願いします。どっちが似合うか判断決めてください それでは次、どこだ、おー、なんか更新されとる。今日も大勢ありがとう、ありちゃん好きよ、忖度とか考えてなかったけど普通に負けてもった七並べの時間にありちゃん推しと対戦できるのも、ありちゃん本人と対戦できる時間は幸せすぎる。2期生来てるらしいけど、ありちゃんしか見えんす、さすが元木ちゃん、ナイス。リカちゃん、ありちゃん大勢ありがとう、今月前星でしたけん前派の感動でしたリカちゃんありがとう。イエベとプルペ、今日のタピカツだよ、マットさん、また飲んだ、大勢ありがとう、ラブ、イエイ。プル、全然2期生の情報見てないけど、なんだかんだアリサが好きなんだよな、ほんと可愛いしか思えんし、ふう。あ、ひろはら遅刻した、おい宮島旅行してたの、たくさん食べた、いいね、たくさん食べて大きくなってね、だってまたまた Thank you ちゃんこはん、2期生も絶対見てくれてる、配信見てるんか、でもたまにコメント来ますよね、 ST48 セカンドナンバーみたいな子がコメントしてくれる時もあるけどそう、 GG マークハートありがとうございます、いえ対戦あざまる、え、2回当たった、うそ、切断されたからわからんかった、ピエンそう、2回当たった、クリちゃん Thank you会いに行きまして、当選して、あと片彼氏面でアリちゃんに目に焼き付ける、元木ちゃん Thank you、 嬉しい、海のプロフェス遊びに来てください、2期生あっか、うん、あるあるトゥルルルトゥトゥ、かわいい、ありがとう、キワちゃん2期生アカウントあるらしいね、もう明後日15日から配信始まるよね、うん、ひろはら、おつ、仕事の休憩中に配信見れてラッキーやった、仕切り頑張ってたね、よかったね、今度は生で見たいな、おー、くりちゃんありがとう、ふんふんふん、なつかちゃん、小島子さんのお洋服知ってる、めっちゃ可愛いから今度送るね、マジあげマジ嬉しい、上がったー、もこさんの春ヒロインめっちゃ可愛いですよね、マディ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 、なつかちゃん嬉しい、あげ、指針かな、クリちゃんどうしたんあ、ないちゃん、あるちゃん可愛すぎて見切れてしまうところだった、チュッチュッチュ目にいたたない、うらやましい、クリちゃん、シシー来てましたよ、栗ご飯の時にクリクリって味わってた、オッケー、バレた、クリ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 、ノアイちゃんだ、ノアイちゃん、イエーイ、うれしい、栗ご飯、栗ご飯、自分の可愛すぎる可愛いですよね、まこさん、そう、あのスマホケースでさ、そう、まこさんの春ヒロインのやつもいただいているので、それにそれも使っていこうと思っております。
そう、スマホケースはね、いただいたんですよ。あの一輪のバラのやつと、いっぱいバラがついてあるやつの2種類。ありがとうございますありがとうございます。かわいい。まこさん、まこさんセンスいい。めっちゃ私服かわいいなって思ってて。そう、こうこちゃんがずっと言ってたんですよ。まこさん、まこさんかわいい、インスタめっちゃかわいいよみたいな感じで教えてくれてたから、めっちゃ見てた。まこさん大人って感じ。ふうふう。 YouTube めっちゃ見てる。小島子さん、パーカー早速かけそうな早い。さすが夏香ちゃんさすがさすが。トゥトゥトゥン。星集めはダメ、素通りごめんやで陽介くん。全然いいよ、グッジョブ。トゥトゥルトゥトゥル。2期生入ってもありちゃうしか。カータンちゃんありがとうありがとう。トゥ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 。ポルフェさんと物販が楽しい。物販あるんですか。ひょい、いいねいいねいいね。トゥ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 。すぐ YouTube 見る。めっちゃ面白いよ。まこさんの YouTube かわいい。かわいいしか出てこん。たまにあのミキさん、西野ミキさんが出るからめっちゃ面白いんですよそう、まこさんとミキさんのコラボっち。まこさんの笑顔めっちゃかわいい。そうげな。まるちゃんがパルコで買ってくれるねんて。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘マディー、バンジャラモンスターズハートありがとう。広島移住せないかん。どこに住んどるん。どこに住んでるんですか。ちょっとちょん。今日遅刻したのは申し訳なくてツインプラネット、ツインプラネット。小島子さん、そう、今回は浮気しないはず、安心してください。サンタさんほんま、うん、妹がツイートしたの。嘘。ミミちゃん、リリリリン、リリリリン、リリリリン、リリリン、ドゥルルル。あ、あった。ミミちゃん対戦ありがとう。ありがとう、こちらこそ。かわいい、ありがとう。あ、あやさん、やばい、ちゃんだ、かわいすぎ、大好き、うれしい。あやさんありがとう、ありがとう。トントントン、うん、トントントン、まるまる。パルコの8階行ったの、まるちゃん。え、欲しいもの何。欲しいもの、パルコの8階。えパルコの8階な、何が欲しいかね。まるちゃんセンスでお願いしますまるちゃんセンスでパルコの8階でもいいお店あるよ。 GG マーク、だるまありがとう。みゃんこ先生、だるまありがとう。あいちゃん、賞味楽しい、ほんと。じゃがりこちゃん、ヒロハラの時間朝9時半から。そうなん、ヒロハラ、え、11月2日、そんな早いん、マジめっちゃ早いやんけ。小島子さんのお洋服ありてね、ほんと。まこさん、ちょっと見てみよう。見たことないんですよね、あれって。ネット通販、お店、お店ってあるんかな。髪型かわいい、ほんと。これ明日の握手会でやろうかなと思ってますやろかなと。トゥクドン、なんかかっこちゃうちゃんか、ウケるまるちゃんセンス、髪型かわいい、ほんま。もうパルコ買っちゃえパルコ買っちゃいなよ、ウケる11
7月2日のヒロハラはそう無料です。でも H ラインライブのそうほのたんとみえみえとヒッピーさんと出れるあの何ね何だっけ、瀬戸マイクライブ、瀬戸マイクライブの方はそうチケットがいるのでぜひ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 早速撮れなかった、いいな、絶対かわいい、見てみたい、いいね、そのかえこの髪型いい、ほんとほんとととと、パルコ買うってパルコ買ったらウケる、やば、うん、アリさんに買ったの、うそやった、嬉しい、アリさんにトレーナー買ってくれたの、なつかちゃん、あげうれぴよん、うれしい、楽しみにしてる、やったー8回だけないけんちゃん、8回おいくら万円かな、アリさんに送るの、うれぴー、うれしい、うれしい、ギフトの時間、ほんまや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 、やばい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 、ではキャッチフレーズいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリアリアリサゴー出航イエイはい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんことミネアシアリサです、イエイウイエイウイエイ、ではギフトギフト読みます。ちゃんこさん、もときさん、ジージーマーク、みゃんこ先生、パンジャラモンスターさん、てっちゃん、ゆうぼうさん、けんようばちさん、まるちゃん、もときさん、さとさ、ちゃんこさん、ひでさん、よべさん、よべさん合ってるますか、よべさん、にっくん、しゅんちゃん、静岡の天板のたけさん、さえもんさん、ネイビームさん、ふうさん、るるるるん、ええやん、みどりのかんぞうちゃん、しんしんまるさん、じじまくん、てっちゃん、チームホリーさん、みち先生、ピロシキさん、ゆりちゃん、たけしさん、あやなちゃん、ゆうぼうさん、さとさ、ひでさん、くりちゃん、みち先生、てっちゃん、かあさん、ギフトありがとう。ではランキングいきます。13位ひでじろうさん、12位ゆりちゃん、11位ネイビームさん、10位ひとりごとさん、9位ゆうぼうさん、8位しんしんまるさん、7位ビッグウェブさん、6位アムちゃん、5位アリソラマット、あ、違う、アリマリソラマットむずいむずい、アリマリソラマットさん、4位パンダラモンスターさん、3位てっちゃん、2位サイモンさん、1位は1位は、ドーン、ヒデさん、ありがとう、イエイ、ドルルルルン、ありがとうございます、やべ、あと1分だ、明日は握手会、イエーイなんか、久々、結構久々じゃないですか、 3週間ぶりぐらい、3週間ぶりぐらいの久々の握手会でございます、イエーイ、ツーショット写真会でね、4部なので皆様よろしくお願いします、4部遅刻しないようによろしくお願いします。あと明日の朝は結構早いと思います、配信は、明日の朝は握手会、結構久しぶりだよね、明日の朝は結構早めだと思いますのでよろしくお願いします、頑張って起きてください頑張って起きて、5時はちょっとないかもしれん、ちょっと逆算していくね、逆算していく9月23日ぶり、そうやね、そんぶり